ストレートエニアグラム二等辺の友人はです。T 隊長です。隊長でございます。はい、私の、うん、あの仕事の先の、うんうん、取引先の人で、うんうん、あのとてもどっしりしていて、うん、まあ営業の、うん、印刷会社の営業の方なんですけど、うんうん、とてもどっしりしていて、うん、声が大きい感じ、うんうんうん、ガハハガハハ、うんうん、でいつも笑顔、うん、でまあその方、うん、野球をとても愛していて、うん、その無償で、うんうん、あの監督を引き受けていて、うんうんうん、連盟の理事とかやって、うんうん、試合組んでっていうのを、うんうん、無償で毎週日曜日ずっとやってるみたいな、うんうん、超野球が好きでみたいな人なんですけども、うんうん、あの時折、うん、そのなんていうんだろう、私はずっと2なのかなって思ってたんですね。でもなんかそのあれ 8? っていう、うんうん、ここがずっとモヤンとしてるんですよ、うん、今の話を聞いたら僕は8かなと思いますよね。あーなるほど、声が大きくてみたいな。あ、で、うん、でもその基本笑顔ベース、うん、で、まあ、話をしていてもとても繊細で僕気が弱いんですよみたいなことをおっしゃったり、うんうん、おっしゃるのと本当に気が弱いから待ってなるほどっていうのはありますけどね。なんで僕はすごい、あ、全然付き合いやすいなって思う時もあれば、うんうんうん、何かちょっとそのまあ何て言うんだろう、ミスというか、うん、落ち度があった時に激しく疲れるみたいな時に、うんうん、その つき方というかどんな感じなんですか。いや例えば、まあ、僕も悪、うん、僕が悪いのは、うん、わって指摘された時に、うん、すぐにカチンってなるんですね、うんうんうん、でちょっと態度とか態度が、うん、まあ電話なんで出てないと思うんですけど、うん、あの沈黙がちょっと長くなったりあでしたりした時は、うんうん、ドンってくるんですね。その例えばその怒った時の対応の仕方が多分2と8で違うかなと思うんですよね。なるほど、この感情的になった時に、はいはいはいのしてつつき方が、はい、多分発したとドーンと怒る、そうやっとんだみたいな。僕一回その、うん、ある打ち合わせ先で、うん、別の会社の人に、うん、ダーンって怒鳴られるっていう場にいたことがあるんですけど、うんうんうん、その方はもうとても一目で蜂と分かるような人だった、うん、星野選手的な方で、うん、あのちょっと会議が盛り上がって、うん、わーって騒いでる時に、うんうるさいんちゃーみたいな、あードーンって、うん、どこだと思っとるって、うん、で俺とばっちりとか思いながらで、ああいう方が8なんだなっていうのがあるんですけど、うんうんうん、そんな感じもなくてでも2なのかな8なのかな、うんうん、っていうところで、うん、教えてよリソさんと、うんうん、下手かとすいません、今日もあの、うん、5人シリーズ、はい、あのドン・リチャード・リソさん性格タイプの分析から、うんうん、タイプ2とタイプ8の違いをちょっと紹介したいなと、うんうん、あ、僕に教えてくださいと思ってます、うん、タイプ2、うん、タイプ8、うん、相当なんか見分け、あ、先ほど言いましたね、送り方が違うんじゃないかと、送り方が違うんじゃないかな、見てみましょうか、はい、すいません、タイプ2とタイプ8の間は、うんうん、とてつもなく大きな違いはあるが、うんうんうん、どのようにこの2つが混同されるのか理解するのは難しくないと、うんうん、この通常のタイプの2の中には、うん、自分が力強く支配的だと気づいているものもいるが、うんうん、この2つのタイプは、あ、この2つはタイプ8の重要な特性である指導力、規律が必要な仕事上の役割を果たすのに特に積極的なタイプにもいると、うん、しかしこうした点でも違うのは、うん、通常のタイプには、うん、自分の個人的な力を及ぼすために、うん、他人や周囲を支配することはないということであると、うんうん、タイプには確かに他人を支配するが間接的にそれを行います、うん、直接的じゃないと、うん、間接的に行いますと、うん、彼らはいつも他人を気遣っているというふりをしながら、うん、
高飛車で人を支配する、これは通常のタイプ8には全く無縁な行為です、確かにそうですよ、でタイプ2とタイプ8は人間関係に持ち込む深い感情と情熱において似通っているが、彼らの感情の表現と彼らが他人に及ぼす影響はまるで異なっています、どちらのタイプも両親の一方に愛憎を半ばする感情を抱いていることは注目に値しますと、タイプ2は父親に対して愛憎を半ばする感情を抱いており、タイプ8は母親に対して愛憎を半ばする感情を抱いています、でこの二重傾向がおそらく両方のタイプを激しい人間関係を持つように、そしてもし葛藤が起きれば、自分の感情を対人関係の圧力、タイプ8もしくは他人を操ろうとすること、タイプ2でこれはタイプ2、で表現するように傾向をつけたのであろうと、混同が起きる原因として考えられるのは、どちらのタイプも強い意志と自我と他人を支配する傾向を持っているということ、でもタイプ8はあからさまに攻撃的で強制的で自己中心的で自己の利益、とりわけ金銭的利益に関心を持つ、タイプ2も攻撃的で強制的で自己満足的で自己中心的になるが、それは見せかけではあるが、ますます薄っぺらな愛情の下に隠れての話であると、不健全なタイプ2、不健全なタイプ2が他人を支配しているということを口実にして、他人を心配している、心配しているよっていうことを口実にして人々を操って自分の望む反応を得ようとする、これに対してタイプ8は公然と人々を脅迫しますと、挫折する、その脅迫に挫折すると、彼らは自分の欲するものを得ようと一層推しを強くし、暴力に訴えることもある、一方タイプ2が挫折すると、自分の味わっている苦しみを誇張することによって他人に罪を抱かせようとしますと、もちろん結局的なところ、タイプ2は不健全になるにつれだんだん不健全なタイプ8の傾向が出てきます、なぜなら、分裂の方向だからである、っていうこの今の、これを読んで思うのは、やっぱり2かなってちょっと思いました、私のその人は、あの金銭的には一回も揉めなかった、し、結構よく見てくれてる、その辺は、とても僕はそこに感謝している、操られてるのかもしれないけど感謝させようとしてる、こら2話、はいはいはい、あ、2話です、2話の人は、感謝させようとして、感謝してもらうことで自分に価値があると思ってるんで、なんとか感謝させようとしてるみたいなのが2じゃないですか、で8は多分直接的に屈服させようとするみたいなところじゃないですか、なるほど、なので、なんですか、なんかその笑顔がハハって笑うみたいな、でもどっちなんだろう、僕の知り合いの社長で8の人がいるけど、8だけど結構穏やかでニコニコしててみたいな、あ、そうなんですか、そうなんですよ、で、おーおーみたいななんで8だと、その、なんでその人を8だと、ニコやかな方を8だと思ったんですか、それはあのエニアグラムのグループなんですよ、グループがあって、で自己診断的にも8だし、みんなの診断的にも8だしみたいなで皆さんどこで8って、それはその人のエピソードとか聞いてなんですけどね、はい、で声が大きくて、ガハッハッって感じで、で、穏やかなジャイアンみたいな、映画版ジャイアンみたいな、なのでこう健全度が高い8だよねみたいな話にはなってたんですよ、その中で8ってなった瞬間にもうやばい、これは怒らせるってそうだから、怖そうな雰囲気は若干あります、怒らせたら怖いんだろうな、どっしりした感じはある、どっしりした感じはあって、で、言いたいことはバンという感じもあって、ただそのにこやかにしてるからあんまりそう、なるほど、そうか、要は仲間だっ
って思ってくれてる人に対してはとても温かいんですもんね、うん、温かい感じなので、まあ、失敗したりすると怖いのかも、なんか一緒に働くと怖いかもなみたいなのはあってっていう、はい、あと私も今思ったのは、うん、あ確かに仲間はすごい守ってくれてる感はあるので、うん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 、8かなって今やっぱりちょっと思いました、はいはい、だから仲間認定され、うん、内側にいるから温かい、うんうん、あの関係で仕事をさせていただいている、うんうん、なんかその怒った時なんかさっきもあったじゃないですか、はい、こう蜂は直接的に、はい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 、で、まあ、相手を多分指摘すると思うんですよね、はい、お前のこういうとこが悪いんだみたいな、はい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 、で多分2だと自分が困ってるアピールってさっき書いてあったじゃないですか、はいはいはい、もうその対応で私たちはこんなに困ってんだぞみたいな、どうしてくれるんだみたいな、なるほど、ちょっとまだもうちょっとエニアグラム的にもうちょっと見ていこうと、尊敬しながら、尊敬しながら、はい、思います、はい、ちょっと参考になりましたでしょうか、はい、確かにでも自分で2かな8かなっていうのはないかもしれないですね、うん、まあでもご自身、その方もご自身で8ってされた、自分で8ってした、あ、なるほど、でまあなんか雰囲気は8の雰囲気はありますよ、あ、なるほど、怒ったら怖そうな雰囲気みたいな、はいはいはい、にこやかにしてるから、あ、まあそうでもないなみたいなところはあるけど、はいはい、第一印象というかパッと見はちょっと、あ、8っぽいなみたいな圧が強い、でもそこの第一印象ってすごい大事ですよね、うん、っていう、そう、まあ、圧が強い感じは8だはい、はい、うん、申し訳ございません、いえいえ、いかがでしたでしょうか、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。